最大級のインカレ吹奏楽サークルという肩書きを持ち、全員がレギュラーをモットーに活動しています。先ほど日本最大級のご紹介しましたが、人数といたしましては1から3年生で約140名が在籍しております。これはインカレのサークルとしては最大級となっております。活動日は月曜日、水曜日、木曜日、土曜日の週4回ございます。ここで週4回と聞いて少し多いなと思った方も多い、いらっしゃるのではないかなと思うんですけれども、安心してください。わずか吹奏楽団では定休制度というものを採用しております。この定休制度というのは主に平日に限られるんですけれども、平日の活動日である月曜日、水曜日、木曜日のいずれかで検査だったり、バイトだったり、授業だったりを理由、そういった明確な理由があれば毎週同じ曜日に休みを取れるという制度になっております。この定休制度という制度だけでなく、定遅刻制度や定早退制度、こちらその名の通りなんですけれども、同じ曜日に定遅刻をすることができたり、早く帰ることができたり、こちらたくさん使われてしまうとちょっと活動日数が減ってしまうので困るんですけれども、基本的にそういった制度を設けているので、大学が忙しいから、ちょっとバイトが忙しいからというふうな理由で諦める必要は全くございません。ご安心ください。費用につきましては、団費として毎年半年で5,000円、毎年1万円合計いただいております。それに加えまして、早稲田吹奏楽団では定期演奏会を年に2回行っているのですが、その定期演奏会1回につき約3万円徴収しております。なので年2回ですので、定期演奏会としては年に約6万円ほど募集があります。それに加えて、ここ数年はコロナ禍でできていないんですけれども、合宿も行っております。こちらの合宿は私たちもまだ経験していないので、大体なんですけれども、費用は1回につき5、6万円かかるそうです。こちらの合宿は主に夏合宿と春合宿がの年に2回ありますので、5万円、6万円かける2の徴収がございます。先ほど費用のお話があったと思うんですけど、定期演奏会とか合宿みたいなすごい大きなイベントで一気に3万円とか大きな額を徴収することはなくて、前徴収、本徴収みたいな感じで分けて徴収するので、一気にすごい大きなお金が必要になるということはありません。早稲田吹奏楽団の特徴としましては、先ほども申し上げました通り、日本最大級のインカレサークルというものが挙げられます。インカレといって、どのぐらいの比率なんだろうと思われる方もいらっしゃるかもしれませんが、大体早稲田大学と他の大学の学生が1対1ぐらいの在籍、1対1ぐらいの割合で在籍しています。大学の数としては30大学を超える、かなりたくさんの大学の学生が集まっていますので、いろんな学生の話が聞いてとても楽しいです。もう一つの特徴としましては、吹奏楽コンクール都大会本選出場経験ありというふうに書いてあると思うんですけれど、これはまあ何が言いたいかといいますと、結構一定の実力を持つことが自慢ですということで、吹奏楽コンクールっていうのは夏に毎年行われているコンクールなんですけど、早稲田大学吹奏楽団、間違えました、早稲田吹奏楽団は大学の部じゃなくて職場一般の部に出ているので、大人がかなり多い部門での出場なんですけど、ここ数年連続して本選への出場権をいただいています。結構レベルが高いのが自慢の一つです。早稲田吹奏楽団は、募集人数を設定している関係上、どうしてもそれを超えるとオーディションをしてその入っていただく方を選ばないといけないということが生じてしまいます。オーディションは全パートで面接を実施、木管定4パート以外は楽器審査も実施することになります。楽器審査というと結構ハードルが高いように感じられてしまうかもしれませんが、楽器審査だけで全てを判断することはなくて、例えば面接でどのぐらいはっきり受け答えできているかとか、そういったところも十分に言いますので、楽器審査で全てが決まってしまうということはありません。ご安心ください。この5分間ではちょっと早稲吹の魅力を十分に伝えることはできないので、よければここに書いてある今後のイベントにも参加していただけたらなと思います。オンラインイベントではレクを通して団員と交流することができて、10日に行われる説明会では今回話したこと以上のもっと詳しいことをお話しできると思うので、よければいらしてください。いずれもズームで行われます。先ほ
があったと思うんですけれども、まあ、そういったことを聞いてちょっと自分には向いてないんじゃないかとかついていけるかなという心配をする必要は全くございません。と楽器審査も一応あるんですけれども、やっぱり人柄っていうのもすごい重視しているので、みんなで楽しく活動できるような隊員をずっと募集しています。その他パート座談会などのイベントも多数ございますので、詳しくは上記 SNS をこちらスクリーンショットなどしてちょっと見ていただけたらいいかなというふうに思います。ちなみにも早稲田吹奏楽団では第1次の募集を開始しております。そちらの申し込み方法についても SNS をチェックしていただけたらと思います。